女士们、先生们。皆さんこんにちは、アップです。今回はニュージーランドのオークランドから中国の北京まで中国国際航空エアチャイナの搭乗機です。早速オークランド国際空港に到着しました。サクッとチェックインを済ませ、空港ラウンジに行きたかったんですが、あまりの混みようで、とりあえずちょっとだけレストランで軽く一杯。サクッと審査を終えて制限エリア内へ。ニュージーランドのお土産でおすすめなのはマヌカハニー。コスメも充実していて、特にマヌカハニー入りのハンドクリームはとってもおすすめです。制限エリア内はたくさんのショップがあって、コンビニもあるので早めに来ることをおすすめします。全然飽きません。さて時間になったのでゲートに向かいます。搭乗。ニュージーランドから北京までの中国国際航空は初めての搭乗です。客路線はあるので過去のビデオをチェックしてください。さて離陸後すぐにドリンクタイム、スプライトをオーダー。しかしここで問題が。映像だと分かりにくいですが、尋常じゃない揺れです。気を取り直して機内食一食目。アジア系の航空会社は機内食が美味しい。揺れも落ち着いてきました。フライトは3分の1を過ぎたところ。とここでまた問題が。映像で伝わらないのが悔しいんですが、とにかくめちゃくちゃ揺れて、なんと CA さんまで慌て出して座席に座ってめちゃくちゃビビってたので、多分よっぽどに揺れだったんだと思います。いや本当に怖かった。というわけで気を取り直して機内食2食目。これが2時間はきつかった。そしてなんとか生還。いや本当に辛かった。本当に今までたくさんの飛行機に乗ってきたんですけど、これほどの乱気流に見舞われたのは生まれて初めての経験でした。本当にトラウマです。というわけで愚痴が長くなりましたが、到着しました。北京国際空港。こちら2019年の1月中旬、実はこの空港に立ち寄った3日後に日本で新型コロナウイルスの第一報が流れました。ちょっとびっくりです。今私は北京の、中国北京の空港にいるんですけど、プライオリティパスが使えるラウンジに行きます。乗り継ぎ4時間あるので、エアチャイナのファーストクラスラウンジが使えるので楽しみです。というわけで到着、行ってきます。寝起きで顔がパンパンになりながら空港ラウンジに向かいます。さすが中国、空港ラウンジもゴージャスです。ラウンジの様子は次回のビデオで更新します。お楽しみに。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。私の動画は全部ブログとメディア記事と連動しています。概要欄のリンクから飛んでぜひチェックしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。 Twitter もフォローお願いします。またねー。